旦那はん？あちこち走り回って目回して、なんや忙しいみたいやね。はあ、愛も変わらずモテる男なんやな。さすがやわ。人理のなんちゃら、ほんま大したもんやわ。そんならもう、はあ、うちの歌詞なんていらへんよね。かいらしい英霊藩もぎょうさんいてはるし、ご立派な無変者もまあ数えきれへんもの。せやからねえ、うちみたいな子鬼の一匹、あんたはんが飽きはっても無理ないわ。よよよ。いけず、そこは乗ってくれなあかんのとちゃう？この霊気、はじめはよかったんやけど、ねえ。刺激が足りひんわ。誰も気づいてくれへんから、うち、暇で暇でしゃあないんどす。金髪の小僧もそ知らぬふり、源氏の大将もそ知らぬふり。いつもなら、あれやろ？キサラギなら、小僧は逃げて大将は襲ってきはるやないの。それが、この霊気となるとトントな。生きるか死ぬかのヒリヒリして、首飛ぶか繋ぐかでワクワクする感じがないんやわ。こんなん、退屈で退屈で眠なるわ。退屈で死にそうやさかい、こら死ぬ前に面白くせなあかん。ああ、例えばここで、あんたはんの中身を開いてみるのはどないやろ。英霊のみんな血相変えて襲ってくるんとちゃう？うちの体、バラバラになりやな。高ぶるわ。それはそれで、愉快なことになりそやね。そう？そんな風に言うんやね、いけずな旦那はん。そんならええわ。いけずなお子様は、甘い菓子でも食ろうとき。どない？これはこれでようできてるやろ？いつも通りに振る舞っても見逃されるさかい、暇で暇で。せやから、この手絵のを用意してみようかなーって。お口に合えば何より。まあ、しばらくはこの霊気やろから。ねえ、旦那はん。秋春まではこのままで。秋春までは。これからもどうぞ、ごひいきに。